今日のテーマは、水は命。はい、今日ゲストの、板釜由美さんをご紹介します。地下への株式会社地下へ開発担当、板釜由美さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日のテーマは水は命ということなんですが、はい、まあ、なんかこの頃、まあ、ここら辺は未常識というよりも、まあ、常識化してきてるかなという感じがするんですが、いかがなんですか。今日はですね、はい、飲み水の方ではなく、はい、浴びる水というテーマでお話しさせていただきたいなと思ってます。あ、飲み水ではなくて浴びる水。はい、はい、浴びる水というとですね、私実は毎朝風呂場でみそぎやってるんです。あ、ずっと続いてるんだ。やってるんですよ。今日もかぶってきましたけどね。これってもしかして何か怖いですね。怖いんですか。ちょっと待ってくださいね。まあ、みそぎはですね、うん、やっぱり精神を統一したりとか、うん、まあ、身を清めるためにやっているのに、もしかして怖いことがある。そうですか。まあ、ここら辺ですね、先ほどの、飲む水と浴びる水の違いというテーマがありましたね。はい、そこら辺ちょっと教えていただいていいですか。今日はですね、はい、簡単な実験を交えて、はい、それを目で見ていただく、はい、形を取りたいなと思ってるんですが、はい、簡単な実験、はい、もしかして実験って誰かがその実験をやるわけでしょ。そうですね、犠牲になっていただくというか、人がいるわけですね。はい、キリンさんですか。いやいや、やっぱりお隣がいいんじゃないですか。あ、私ですか。はい、まあ、そういう役割ですので、はい、やらせていただきます。はい、で、実際ちょっと水の一言、あ、なんて言うだろう、水についてね、ワンポイント、まあ、世の中で、まあ、常識化していることをちょっとご紹介しますが、まあ、例えば東京都内でいうとね、うん、まあ、浄水器をつけている家庭がだいたい約3割くらいいらっしゃると。まだでも3割なんだ。あ、まだ3割ってところですね。はい、あと実は皮膚から吸収する塩素の方が害であるということを知らない人がほとんどと。うーん、僕も全然知らないですよ。うん、だってみそぎやってる時にそんなこと何にも感じませんから。そうですね。はい、でということは、飲むものに関しては、まあ、30% のご家庭が浄水器をつけてるけども、浄水シャワーの普及率、あ、先ほど言ってた浴びる水のことですね。そうですね、はい、これの普及はまだ 3%。 3%、はい、確かに。あ、シャワーについてはもともと風呂場についてるシャワーをそのまま使うのが普通ですよね。うん、そうですね。なるほど、そこに今日のテーマがありそうですね。はい、はい、で、ところで、今回、板賀さんが来ていただいた、ずいぶん遠くから来ていただいたというふうに聞いてるんですが、はい、今日九州から来ました。九州、はい、九州のどちらでしょう。株式会社地下へは福岡にあります。はい、はい、福岡ですか。はい、いい思い出というかあるんですけど、中洲ってありますよね。あ、ありますね。サラリーマン時代ね、はい、福岡優勝できた時に、ね、お祝いで、まあ、パーティーが終わった後飲みに行ったんですよ。はい、で飲みに行く店がまだ知らなかったんで、フラフラしてたらたまたま、お兄さんいい店あるからって連れてっていただいたお店がありまして、はい、あ、でも良心的なクラブだったんですけどね、そこの女の人が、板賀さんみたいになんか切符の良さそうな人ですね。飲んでてね、初対面なのに、ね、いきなりこうやって背中バチンとか叩かれてね、初めて来た客なのに、はい、そういう手洗い歓待を受けて非常に感激した覚えがあります。感激、はい、そういう土地柄から来ていただいたと。はい、はい、そうですか。で、今板賀さんは、福岡が会社ですけども、全国飛び回ってらっしゃるんですか。はい、そうですね、美と健康テーマに、はい、この誓いの方が事業展開しているの で、はい、で全国を飛び回って。なるほど、はい、まあ、美と健康というのがテーマですけども、今回特に、まあ、商品開発担当として、はい、今日のテーマであるその浴びる水に対して何か開発されたということですね。そうですね、はい、はい、こちらの、まあ、商品のお名前としてはイオンシャワーということなんですが、はい、はい、これを、まあ、今、まあ、未常識ということで、地下へさんが開発した、これどこに
まあ、なんか差別化というかですね、特徴があるんでしょうか。はい、もううちの会社は13年前からこの浄水シャワーを扱ってるんですが、はい、実はもう5作目なんですね。5作目このイオンシャワーで、はいはい、リニューアルして最新型に持ってってます、はい、で2年半前にこのシャワーの中にテラヘルツ波という波長が出る人工ケースの方を入れさせていただいて、ちょっと待って、テラヘルツ波、波です。メガギガテラ、はい、そうですね、そのテラですね、はいはい、でそれを入れ込むことによって、はい、世界特許を取らせていただいて、はい、その石が入ってますので、まあ、全国どこを探しても地下以外にはこの商品は扱ってないわけですね。なるほど、はい、それはね、大きな差別化になりますね。はい、でもまあ具体的にですね、その世界特許を取ったというのはなんかすごそうなんですけども、まあ、実際にちょっと目で見えないと そうですね、なんか結果が見えないと、はい、まあ、どこが違うのというのがよくわからないので、はい、今日はなんか実験をしていただけるとか、はい。